皆さんこんにちは、竹田塾の川野です。本日は大阪府天王寺駅にやってまいりました。この近くにはあの竹田塾天王寺校があるとのことです。早速行ってみましょう。ということで早速天王寺校にやってまいりました。中に入っていきましょう。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では早速校舎長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず自己紹介をお願いします。天王寺校で校舎長をしております井上と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では井上校舎長はなぜ竹田塾で働かれているんでしょうか。僕自身も参考書で大学受験をしました。その中で国公立大学に逆転合格した経験がございましたので、みんなの次は力になりたいなと思って今ここで働いております。なるほど。ご自身の大学受験の逆転合格の経験をまさにそれを伝えていこうとして同じ理念の竹田塾で働かれているということなんですね。そうですね。では、はい、そんな井上校舎長が共感されたこの竹田塾の指導方法なんですが、具体的に竹田塾はどんな塾になりますか。竹田塾はその子その子の自学自習のサポートをしている塾になります。やっぱり伸び悩んでる子って質だったり量が足りてないっていう子が多いと思うんですね。その部分を僕らが客観的に見させていただきながらサポートして改善して、その子がちゃんと自分で勉強できるようなそういうサポートをしている塾になります。ではそんな竹田塾の中でもこの天王寺校の強みはありますか。天王寺校の強みとしましては、卒業生がすごく講師で働いている子が多いんですよね。自分自身も逆転合格してきたわけですし、今いる生徒に対しても逆転合格をしてほしいっていう思いが強い子が揃ってるかなと思います、うん、逆転合格を実現した元竹田塾生が講師となってまた新たな逆転合格を作り出しているということなんですね。そうですね。ではこちらの校舎のあるこの天王寺駅周辺なんですが、どんな地域になりますか。各種鉄道のターミナル駅になってまして、もう奈良からも来る子もいれば岡山から来る子もいるし、京都から来る子もいるというような場所になっております。基本的にはいろんな場所から来るんですけれども、近くにある桃山学院から来てくれる子がすごく多くて、そこからも去年もたくさんの方が逆転合格されております。わかりました。ではこの天王寺校の合格実績はいかがでしょうか、はい、去年でいきますと、京都大学が1名、早稲田大学が2名、あとマーチ以上が10名程度という形になっておりまして、特に印象に残っているのが早稲田に合格した子が朝アルバイトをして昼から塾に毎日来て、最後の最後まで受かるかなっていうような状態だったんですけれども、しっかり逆転合格してくれたなっていうのがすごく印象に残っております。素晴らしいですね。もうこの関西の地域にとどまらず全国の難関大学に合格者を輩出しているということなんですね。そうですね。では最後に、はい、井上校舎長のこれからのこちらの校舎での目標を教えてください、うんうん、自分自身も参考書で独学で勉強して、他人から無理だって言われているような大学に逆転合格をした人間です。生徒のみんなにも無理だって今思っているものをしっかり超えてもらって、自分でもやればできるやんっていう思いを持って大学に進学してほしいなっていうふうに思っております。素晴らしいですね。限界を突破して合格者を出していくということですね、うん、はい。井上校舎長の熱い思いが伝わりました。よかったです。では続いて講師の方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまず自己紹介をお願いします。山本翔也と言います。大阪市立大学理学部科学科に所属しています。担当科目は英語、数学、科学、生物です。山本先生は普段どんなことを意識して指導されていますか。復習の大切さを知ってもらうことを意識しながら指導しています。勉強をしていく中で進むことはもちろん大切なんですけど、一回やっただけじゃ覚えきれなかったこととか解けなかった問題をしっかり確認すること、そして復習することによって定着していくと思うので、復習の大切さを意識してもらうように勉強し指導しています。竹田塾での指導を通してどのようなことを生徒に伝えたいですか。勉強のことはもちろんなんですけど、自分でしっかりと予定を立てることを意識してもらいたいと思います。では担当生徒の目標にはどのようなことを掲げていますか。はい、第一志望に合格してもらうことを目標に掲げています。塾に来ている生徒たちはこの大学に行きたいであったりとか、こういうことをしたいという目標があり、勉強を日々しています。ですからその第一志望に合格できるよう僕自身がしっかりとサポートすることを目標に掲げています。なるほど。生徒の第一志望合格、何よりも大切なことですよね。はい。では続いて実際の生徒さんにお話を聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。
まずは武田塾に行ってみようと思ったきっかけを教えてください。去年は自分で独学ので勉強を進めていたんですけれども、残念ながら不合格となってしまった時に、その反省点っていうのを、自分の中で洗い出していったわけなんですけれども、その中で、やはり自分一人でやるのにはもう限界なのじゃないかというふうに感じた中で、集団の授業を受け直すっていうのにはすごく抵抗があった中で、武田塾の授業をしないというその方針に強く共鳴して入塾を決めました。なるほど、武田塾の自学自習こそが自分に合っているんじゃないかと思って来てみたわけだね。はい。では実際に武田塾に通ってみてどうでしたか？その自学自習のサポートというところで、日々の特訓の中で講師の方々との宿題設定であったりだとか、弱点を洗い出していくうちに、自分の中でその集中力であったりだとか、その日々の目標といったものをしっかり明確化して日々の勉強に取り組めるようになりました。勉強時間は伸びましたか？勉強時間に関しては、昨年も8時間から10時間あたりの時間は資格確保ができてたんですけれども、そこの内容質というものは昨年と比べてもやはり雲泥の差があるかなというふうに感じております。例えば英単語であれば、1ヶ月で1000単語以上覚えれるようになったりだとか、古語に関して言うと現代文のセンターの過去問、昨年は6割程度しか取れなくて苦戦した問題ではあったんですけれども、今年はこの時点で8割方取れるようになってきているので、他の科目もしっかり合わせて伸ばせるように頑張っていきたいなと思います。今の志望校はどこですか？同志社大学大第一志望にしております。受かる自信はありますか？受かるためにこの塾に来たので絶対受かってみせます。応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。では次の生徒さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず武田塾に通ってみようと思ったきっかけを教えてください。独学で勉強していた頃に、いろいろな勉強のやり方に対する不安などを変えながら勉強していて、そこで大学に不合格となってしまって、で塾や予備校を探す中で武田塾を見つけて、実際に無料受験相談に行った時に効率的な勉強できるってことを知って武田塾にしました。実際に入ってみてどうですか？独学でやっていた時は勉強時間でいうと1日4時間が限界だったんですけど、武田塾に入ってからは1日10時間以上を継続的にできるようになりました。何か実際に自分の成長を感じることはありますか？現役の頃は単語帳を完璧にできずに終わってしまったんですけど、武田塾に入ってからは単語帳を極めることができました。では今の志望校はどこですか？早稲田大学です。合格する自信はありますか？絶対受かります。応援しています。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらのスペースは何ですか？ここはフリースペースになってまして、質問したりだったりとか、あとはご飯食べたりとか、あとは雑談したりとかっていう形で、いろんな用途で使う場所になってます。なるほど。こちらは教室の真ん中にあって、みんなの憩いの場になっているイメージですね。そうですね。こちらのスペースは何ですか？こちらのスペースは面談スペースとなっておりまして、生徒面談だったりとか、保護者面談だったりとか、あとは受験相談だったりとか、各種面談の用途として使っております。なるほど。こちらには合格実績がずらっと並んでいて壮観ですね。そうですね。毎年、多数の、合格者を輩出しております。素晴らしいです。こちらのスペースは何ですか？こちらは特訓ブースになります。生徒と講師が1対1で個別指導を受けるブースになっております。なるほど。広々とした空間で特訓が受けやすそうですね。そうですね。特訓をしやすい環境っていうのを心がけております。わかりました。こちらのスペースは何ですか？こちらは自習室になります。生徒の皆さんが、ここで自習を毎日しております。広いスペースで皆さん勉強頑張っていますね。そうですね、頑張っております。では最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。勉強方法でお悩みの皆さん、逆転合格をしたい皆さん、天王寺校でお待ちしております。頑張りましょう。